お店に置いとく。はい、誰か誰か誰か間もなく手続きをさせていただきたいと思います。学校の中でございますので少し間隔を空けて、お聞きいただけたらと思います。業務連絡を申し上げます。ご来賓の皆様、前の方に来ていただけますでしょうか。高木県議、浜口、市議、栗原、市議、三原市議、北崎市長、連合の長澤様、小崎市議会議員、そして参議院の熊谷先生、上田先生、こちらの方にお集まりいただけますでしょうか。あと青いジャンパーを着てらっしゃる方、一回こちらに お集まりいただけますでしょうか。こちらの選挙カーの前で出陣式を行わせていただきます。何とかのコロナ禍でございますので少し間隔を空けてですね、お聞きいただけたらと思います。また地面にですね、点字ブロックございます。できれば点字ブロックから少し離れていただきまして、ご拝聴いただければと思います。すみません、お聞きいただきたいと思います。そして歩行者の方も通りますので、今少し、選挙カー寄りの方にですね、寄っていただきながら交通整理お願いして、邪魔にならないで。点字ブロックから1メートルくらい離れてお願いいたします。すみません、黄色の点字ブロックが地面にございます。少し離れていただきまして、報道の方たちが今日は見えていらっしゃるかと思うんですけど、ちょっとこう散らばりすぎてるので、できれば報道の方、ちょっとこちらの方に寄っていただいてもいいですかね。ちょうどここが本人が立つところですので、この辺にこちらの方に寄っていただきまして、すみません、よろしくお願いいたします。歩行者の方の邪魔になりますので、少し道を開けていただくようお願いいたします。埼玉県の声だ。県議、区議が、市議が集まってる。
元県知事もいるし。すごいな、こんなクレイジーのためにやることないと思う。もうそろそろ始めさせていただきますので、もうちょっとしばらくお待ちいただけたらと思います。で、市民の皆様、どうぞ市長が見える位置にですね、前の方に来ていただきまして、いただけたらと思います。皆様大変お待たせをいたしました。本日はお忙しい中、戸田市長候補菅原文人出陣式にお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまより出陣式を始めさせていただきます。本日の司会を務めさせていただきます、私、戸田市議会戸田の会幹事長させていただいております麻生和秀でございます。内ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、まずは、菅原文人後援会会長鎌田清から一言ご挨拶させていただきます。はい、じゃあ先に失礼いたします。皆さんこんにちは。2018年を思い出します。これでこの場はですね、菅原市長のホームコースでですね、2018年、4年前はですね、本当に各市と少なく、出陣式を行いました。今日はですね、このように大勢の皆様にですね、ご参集賜り誠にありがとうございます。選対本部長ということと、また後援会長ということでですね、一言ご挨拶をさせていただきます。菅原候補はですね、本当のこの18年、4年間市政を勝ち取りをやっていただきました。この4年間ですね、令和元年ですか、台風19号で、戸田市がですね、なんか水浸しぐらいになりましてですね、本当に大変な時でありました。また20年になりますとですね、お正月早々からですね、コロナということでですね、この2年間本当にコロナに、各市長さんいらっしゃいますけども、
皆さんが育ったと思います。私は思いました、その時に。神様はですね、なんでこんな若い師匠に未曾有の試練を与えるものかと、僕は本当にそう思いました。で、一番僕が心配したのがですね、2018年この選挙の市長選でですね、市民の皆様とお約束しました公約マネジャスト、それのですね、達成率がどういかがかと思うと、それで市長とお話ししましてですね、じゃあ自分をさらけ出そうと、もうできないのはできないでしょうがないんじゃないの、そういうことで、去年の11月の23日ですかね、第一検証会をやらせていただきました。ところが、96%の今日のですね、公約達成ということでですね、僕も本当に安心したところでございます。またですね、この、今年度の、市長選にも、公約集を出しております。どうかまたそれに向かってですね、一生懸命この戸田の舵取りをですね、やっていただきたいと思います。どうですか皆さん、そうですよね。ということでですね、時節が、大変皆様にですね、ご自愛いただいてですね、ご活躍をお願いしますと思います。これで、代表しましてですね、ご挨拶をさせていただきます。今日はありがとうございました。浜田会長ありがとうございました。続きまして、本日大変お忙しい中駆けつけていただきましたご来賓の皆様より激励のお言葉を賜りたいと存じます。ここでお言葉を賜ります皆様に一つお願いでございます。このコロナ禍の中で、もうこんなに多くの皆様にお集まりをいただいたのですが、少しでも感染リスクを減らすためにですね、就任式もコンパクトにさせていただくこともありまして、可能な限りお一人様1分程度でのお言葉とさせていただきたいと思います。どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました。まずはじめに、衆議院議員、田中良生、議員秘書森一郎様、皆様こんにちは。私ただいまご紹介いただきました衆議院議員、地元の衆議院議員田中良生の秘書の森と申します。本来であれば田中良生本人がお邪魔させていただきまして、菅原候補の応援をさせていただくところでございますけれども、あいにく同じ時間帯に、党大会の方が開催されておりまして、党所属国会議員といたしましてはどうしてもそちら抜けることができず、私お邪魔させていただきまして、くれぐれも皆様に菅原候補をよろしくお願いしてくるようにとのことづけを受けたまってきた次第でございます。この4年間菅原候補何が問われコロナ対応に追われた日々だったと思います。しかしながら子育て環境の充実、都市基盤整備の推進、また市内経済の活性化等々を着実に正しを発展、また成長させてまいりました。新型コロナウイルス対策におきましても県内随一のスピードを持ちましてワクチン接種を推進してまいりました。効果的な感染症対策、これも実施してまいりました。これも一人に菅原市長の行政手腕の賜物であると田中良生も常日頃から申しているところでございます。皆さんこのまま、菅原文人候補に、戸田市市政の陣頭指揮、発展の陣頭指揮を取っていただこうではありませんか。田中良生本人もですね、引き続き国政の立場からしっかりと菅原候補を支えていく所存でございます。短くということでございます。長くなってしまいましたが、終わりに菅原文人候補への皆様の熱い熱いご支援を心から記念いたしまして、代理ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。皆さん最後まで頑張りましょう。どうもありがとうございます。続きまして、参議院議員、国家基本政策委員長上田清様。改めて皆さんこんにちは。ご紹介いただきました上田清でございます。衆議院時代この戸田市が小選挙区の一つであった時もございました。また知事として16年お世話になりました。そして参議院議員としてただいまお世話になっているところでございます。私たちはですね、
銀行をずっと見ることで将来を見ることができると思います。ちょうど戦争が終わったときに日本の人口は7000万人だったんですが、1966年オリンピックが終わって直後ぐらいです、1億になりました。また1億2800万まで行ったんですが、どうも2060年ぐらいにまた1億になりそうです。ただ1億の質が違います。最初の1億の時には65歳以上が700万人 7% だったんですね。今度は 40% 4000万人です。だそこを意識して街づくりをしていかなきゃいけない。戸田市は若い、最も埼玉県で若い市です。しかも所得は2番目、そして学力も3番目、すごくいいところなんですね。そういういいところをさらに良くするのがこの市長さんが4年間頑張ってきて基礎を作ってきた、そして菅原文人市長がさらにまた4年間でその基礎をより大きくしていく、このための戦いであります。どうぞ手を抜くことなく、なんかクレイジーという名前がついていらっしゃるので、なんとなく余計な宣伝したらまずいのか。そうですね、いずれにしてもですね、選挙というのはわけわかりません。手を抜かずに頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして参議院議員埼玉県選出、熊谷博人様お願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました参議院議員の熊谷博人でございます。菅原文人市長とは、市長が県議の時代から私も隣の埼玉市で市議会議員をやっておりました。何かと交流をさせていただき、そして私も国政に送っていただいてからはコロナ対策等で実績を上げております。菅原市長にいろいろなお話を聞かせていただきました。この戸田市、本当に子育て世代の人に選ばれる町になりました。この4年間で多くの実績を、そしてマニフェストを達成してきた菅原文人市長に次の4年間もぜひ託していただいて、本当に子どもたちが住んでいてよかったという町に、そして災害に強い町にしっかりと市長の手腕で導いていただきたいと思っております。私も友人の一人としてしっかりとこの1週間選挙戦、菅原市長の再選に向けて応援をしてまいりたいと思っております。市民の皆さんのどうぞ大きなお力添えを賜りますように心よりお願いを申し上げまして、私の激励の挨拶とさせていただきます。一緒に頑張ってまいります。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして埼玉市長清水隼人様お願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは。お隣の市の埼玉市の市長を務めております清水隼人でございます。いよいよ今日から戸田市長選挙がスタートしました。我々が菅原文人市長が市長候補がですね、2期目の挑戦ということで、こうして多くの皆さんにお集まりをいただきました。私も、実を言うと戸田市の生まれで、幼少の頃は戸田市で住んでおりまして、親戚も、この地にたくさんいるわけでありますけども、ふるさとであるの一つであるこの戸田市の、貸し取り役に、最もふさわしいのがこの菅原市長ではないかというふうに思っています。1期目、またこの若さということで、大変なこの4年間を過ごされたと思いますけれども、こういった危機の時にまさに政治家の真価が問われる、その中でこの新型コロナの中で最も輝いた市長がこの菅原文人市長ではなかったかと思います。ワクチンの接種、あるいは接種券の送付、あるいは自宅療養についてのさまざまな施策、とにかくトップランナーで、この埼玉市全体を引っ張ってくれたというふうに思っています。また先ほども後援会長さんからもお話ありましたけれども、さまざまな台風があったり、いろんな危機がこの4年間いろいろとこう降りかかってきましたけれども、その都度しっかりと乗り越えてきた、
それはなぜかというと、菅原候補がしっかりとした政治家としての信念を持ち、ただそれだけではなくて市民の皆さんの声を聞きながら、それを政策として形にして、すぐに実行していく、まあ、これが菅原市長の素晴らしさだというふうに私たちは思っています。これからさいたま市と戸田市は、防災ということでは非常にこれから連携をして進めていく必要があるというふうに思っています。また教育も今戸田市はギガスクール、デジタル化の教育などで大変な先端を行っておりますので、私たちも戸田市から学ばせていただくことたくさんあると思っていますので、そういった連携なども含めてしっかりとしていきながら、戸田市がさらに輝くように、そして市民の皆さんが幸せになるように、さらに菅原文仁候補に頑張っていただきたいと思います。これから埼玉市と戸田市はさらにですね、連携を強化をし、そして共にいい政治を、いい行政をするために競争をし合いながら頑張っていきたいと思います。そのためには皆さん、この2期目の選挙がすごく重要です。2期目の皆さんの投票の数が、これから2期目菅原カラーがどんどん出てくる、この2期目のまさに市長としてのやりやすさを市民の皆さんの後押しを受けているということの証明になりますから、そういったカラーを打ち出せる、そうした重要な選挙になりますので、ぜひ皆さんのお力を菅原文仁公平に賜りますように、心からお願いをしてご挨拶に行かさせていただきます。皆さん頑張りましょう。大変ありがとうございます。続きまして、若尾市長柴崎美紀子様、お願いいたします。こんにちは。反対側の隣の市の和光市長の柴崎と申します。私はまだ就任しまして10ヶ月で、こういった仕事をさせていただいてもまだ10ヶ月です。ですので、戸田市長、菅原市長が発信すること、やることすべてが私にとって学びになっておりまして、これまでもたくさん参考にさせていただいておりました。ですので、これからもぜひ同じように菅原市長にいろんなことを学ばせていただきたいと思っておりますので、今日も私の小さな力ですが全力で応援させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、埼玉県議会議員鈴木雅人様、お願いいたします。皆さんこんにちは。元同僚で、県議会議員の鈴木雅人でございます。とにかくですね、この菅原市長、虎の宣伝の仕方も上手、若いながらですね、実力もある素晴らしい市長でございます。議員の方々もですね、ぜひ戸田市に住んでみたいなという方もいっぱいいらっしゃると聞いております。どうか我らが同僚で頑張っておりました、そして戸田市のために4年間頑張っていただいた菅原文仁再選をよろしくお願いします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。続きまして、埼玉県議会議員高木真理様、お願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました埼玉県議会議員、斉藤拓選手なんですが、高木真理と申します。菅原市長とは県議会同期でありまして、県議会の中でも本当に若いのに光っている、議員さんでしたけれども、市長になってからどんな風に市長さんされるのかなと思いましたら、皆さんの心をがっちりと掴んで、そしてこの若さを生かした発信、戸田を全部まとめながら、そして難しい問題にもしっかりと解決策を出していく、すごいなと思って県議会の中から見ておりました。もう次のこの4年に向けて皆さんの力を結集して、さらに戸田を発展してさせていくためには、菅原市長に圧倒的に勝っていただくしかありません。ぜひ皆さんの力を結集して、菅原市長、次の再選に向けてしっかりとした戦いを展開していただければと思います。頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。続きまして、戸田市議会公明党団長、三浦義和様、お願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。公明党市議団団長の三浦でございます。菅原文仁市長とは、市議会で同期でございました。このコロナ禍の4年間、本当に素晴らしいスピードと行動力で埼玉全県を引っ張っていただいた、この実績は
私たちも大変高く評価をしていることでございます。まあ、今後とも菅原文仁市長、当選のために私たちも全力で応援してまいりますので、皆さんよろしくお願い申し上げます。以上でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、埼玉県議会議員今野桃子様、お願いいたします。皆さんこんにちは。地元の県議会議員の今野桃子でございます。今回の市長選、戦うのは一期4年間菅原市政の真意を市民の皆様に問い、2期目のご信託を戦う選挙だと思っています。私は市長の近くでこれまで仕事をさせていただき、24時間365日菅原市長候補がどれほど全力に市政に向き合ってきたかを見てきました。菅原候補ほどこの戸田市の刈り取り役にふさわしい方はいないと私は確信しております。どうぞ皆さん力を結集して新しい2期目を進めてまいりましょう。私からも心からのお願いを申し上げ、全力の応援とさせていただきます。頑張りましょう。ありがとうございました。まだまだ多くのご来賓の皆様から激励のお言葉を頂戴したいところでございますが、お時間の都合もございますので大変恐縮でございますが、お名前のご紹介のみとさせていただきます。戸田市議会議員小金沢正史、立憲民主党。戸田市議会議員酒井育郎様。はい、頑張っていきましょう。同じく戸田市議会議員佐藤隆信様。同じく市議会議員矢沢遥様。はい、頑張りましょう。同じく市議会議員野沢茂正様。頑張りましょう。同じく市議会議員宮内聡子様。はい、頑張りましょう。オーバーキルだ。和光市議会議員井原陽介様。はい、頑張ってまいりましょう。東京都二区議会議員駒崎美紀様。はい、頑張っていきましょう。埼玉市議会議員浜口健二様。はい、よろしくお願いします。頑張っていきましょう。野田市議会議員栗原基樹様。はい、菅原君、よろしくお願いします。連合埼玉川口戸田わらび地域協議会議長長澤秀俊様。はい、前市議会議員高橋秀樹様。戸田市商工会会長溝上誠二様。そして市議会議員麻生和秀でございます。頑張ってまいりましょう。オーバーキルだ。大変恐縮でございますが、お名前を呼ばれませんでした。ご来賓の方いらっしゃいますでしょうか。お手を挙げていただければと思うんですけど、大丈夫でしょうか。本日は多くの皆様にご臨席を賜りまして誠にありがとうございました。続きまして、ご祝電が多数届いておりますのでご紹介させていただきます。激励戸田市長菅原文仁様、ご出陣に際し心よりお祝い申し上げます。必勝を期しご健闘をお祈りいたします。深谷市長小島進様、激励菅原文仁様、
ご出陣おめでとうございます。一生騎士ご健闘をお祈りいたします。福島県西会津町長すみません、福島県失礼いたしました。福島県西会津町長臼杵様よりいただいております。どうもありがとうございました、はい、また大野埼玉県知事からも届いております。そして埼玉県議細田義則様からもいただいております。どうもありがとうございます。失礼いたしました。あ、大変失礼いたしました。ご来賓の方はご紹介いたします。連合埼玉大谷様ありがとうございます。それでは大変お待たせいたしました。戸田市長候補菅原文人より今回の選挙戦への熱い思いを込めて決意表明をさせていただきます。皆さんこんにちは。先ほど戸田市役所選挙管理委員会にて戸田市長選挙立候補の届出を提出してまいりました。戸田市長候補の菅原文人でございます。皆様今日は本当に大変お忙しい中私の出席にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。そしてまた先ほどは、国会議員の先生方近隣市長の皆様方そして、市内外から、多くの私と親交を深めさせていただいております議員の皆様方から大変温かいお言葉を頂戴いたしました。身に余るお言葉を頂戴し感激をしている次第でございます。4年前この同じ場所で私は大好きな地元戸田を元気にしたい良くしたいそういった思いで戸田市の新しい流れを作りたいということで動かそう戸田というスローガンをもとに68項目の公約を掲げこの場所で皆様にお約束をさせていただきました。そしてこの4年間今日ここにいる皆様方お一人お一人から本当に多くのお力添え、ご協力をいただいて、公約達成に向けて全力を尽くしてまいりました。文字通り、死に物狂いでやってきたと思っております。昨年の11月、私のこれまでの公約について、第三者、そして専門家の方々をお招きし、どこまでこの公約ができたのかという公約検証大会を開催していただきまして、さまざまな角度からご評価をいただきました。その結果、公約の達成率については 96.5% というご評価をいただきました。公約については概ね実施できたのではないかと考えているところであります。その一端を申し上げさせていただきますと、子育て支援の分野では戸田市は平成28年に待機児童数が106人という状況でありましたけれども、この間の1200人の保育需要、13円の保育園を設置をいたしたことにより、令和2年には待機児童数をゼロと
することができました。よし。また教育の分野ではいち早くタブレット用のパソコンを児童生徒に配布し、ハードだけではなくソフトウェアも同時にしっかりと活用していくことによって、今戸田市は全国でも最先端と言われるような ICT 教育を実現しているところであります。さらに学校の教育環境をしっかりと進めなければいけない、投資をしなければいけない、そういった思いで全ての学校の体育館にエアコンを3年間かけて設置をし、さらにブラックアウト対策としての非常用電源も設置をさせていただいたところであり、まさに教育日本一を今目指して頑張っているところであります。福祉の分野については複雑な福祉の制度がわからない、そういった声がありましたので、ワンストップで相談ができる福祉総合相談窓口という仕組みを市役所内に入れまして、誰もが気軽にワンストップで相談できる環境を整え、今多くの皆様方にご利用をいただき、安心して福祉の制度の谷間に落ちないような仕組みを今作っているところであります。また町づくりの分野では区画整理事業質として進まないとお叱りをいただいておりましたけれども、なんとか戸田駅の西口のロータリーをようやっと完成をさせることができました。そしてこの JR 埼京線についても、埼京線開通以来終電時間が早いという声をいただいておりましたので、 JR 東日本との粘り強い交渉をした結果、終電時間を延長することができました。そして安心安全、この部分も非常に大事です。すべての小学校の通学区に小学校の先生方 PTA の皆さんからいろいろとご協力をいただきながら、300台の防犯カメラ、子供見守り防犯カメラというんですが、これをアルソックさんに設置していただき、この運用を開始いたしました。これにより事実として戸田市の犯罪発生、刑法犯認知件数といいますが、私が就任する前は1357件でありましたが、昨年864件、36% 減少させることができました。さらに環境の分野では軽自動車税、これは二酸化炭素を排出するわけですが、軽自動車税の納税いただいた1割を SDGs 競争基金という基金に積み立て、これを持続可能な街づくりに使っていただく仕組みをこの3月議会で作らせていただいて、これから運用をするところであります。市民活動が持続可能になっていく、こういった仕組みを整えさせていただきました。また地域活性化、これも大事です。戸田市民の皆様であれば誰もが知っているふるさと祭り、これを市役所に戻すことができました。残念ながら今コロナで2年中止しておりますけれども、このにぎわいというのをこれからも継続していきたいと考えております。また戸田出身で活躍している方に戸田 PR 大使として就任をしていただき、女優の夏菜さん、そしてミシュラン一つ星シェフの戸田周作さん、今テレビでも活躍しておりますけれども、こういった方に就任をいただいて戸田市の PR をしていただいております。また後ろにありますモニュメント、これも一つですけれども、昨年は東京2020オリンピック・パラリンピックが開催され、戸田市では聖火リレーを誘致を、当時上田知事の席からですがお願いをし続けまして、おかげさまで聖火リレーを実施でき、さらにはオーストラリアのカヌーチームがこのボートコースで事前キャンプを行って金メダルを獲得するということもございました。こうした街の魅力に磨きをかける
取り組みにも今どんどん推進をしているところであります。そういったさまざまな取り組みを進めていくことによって、今いろんな町のランキングがありますね。そのランキングでも老舗と言われる一番歴史の古い東洋経済振興社が評価をしている住みよさランキングというのがあります。この住みよさランキングで戸田市は2021年埼玉県1を2年連続で獲得をしているところであります。まあ、こういったことがあり、公約の達成率も 96.5% というご評価をいただいたのではないかと考えているところであります。さて、2年前私たちに大変大きな衝撃が走りました。突如として現れた新型コロナウイルス対応、これについても私は戦後最大の危機である、平時から有事に物事の考え方を切り替えなきゃいけないということを市の職員とともに一気に組織を変え、がらりと変え、有事対応として対応に当たってまいりました。その肝は命と暮らしを守る、この一点であります。そういった中で、例えば感染症対策として戸田市では自宅療養者の支援ということで酸素吸入を伴う入院待機ステーションを設置し、これは各メディアにも報道されました。さらに自宅療養者の方に食料を直接配送する、そしてパルスオキシメーターも独自でお渡しする、こういった取り組みもデルタ株の時からいち早く推進をさせていただきました。また医療機関、クリニックにも市独自の例えばベッドを確保する、例えば検査をする、こういったものに対しての補助制度ももう2年前にスタートをさせていただき、今終わっておりますけれども、そういった立ち上がりの速さをしっかりと加速させるような取り組みも進めてまいりました。おかげさまで戸田市は人口当たりのコロナの病床数は県内1であります。まあ、こういった状況を作ってまいりました。さらに経済対策、生活支援、こちらについてもさまざまな対策を打ち込んでまいりました。例えば上下水道料金の基本料金4ヶ月無料免除をする取り組みを進めました。さらにペイペイのキャッシュバックキャンペーンを2回行いましたし、飲食店向けの半額応援キャンペーンというのも行いました。そして今現在行っているのが地域暮らし応援券、1人一律5000円のクーポン券を配布することによって地域の暮らしを支え、そして商店や企業を支えていく、下支えしていく取り組みを今現在進めております。これ3月31日までに使い切らないと4月1日以降はただの紙になってしまいますので、まだお持ちの方はぜひ3月中にご利用いただきたいと思います。これをぜひ忘れないようにお願いいたします。まあ、こういったことやワクチン対策、先ほどもお褒めの言葉いただきましてありがとうございます。こちらについては希望する人を誰一人取り残さないという思いの中でワクチン対策スピード感を持ってやらせていただきました。例えば基礎自治体として全国唯一で大規模接種センターを作ったのは戸田市だけであります。これでモデルナワクチンを加速化させることによって接種率のスピードが上がりました。また高齢者向けのワクチンの予約はできないという方向けのお助け窓口を設置したり、またワクチンがいつどのぐらい今接種されているのかというワクチンメーター、こういったものも公開をさせていただいたり、もったいないバンクということで無駄を出さない、こんな仕組みも全国、県内初また全国初という取り組みを数々、進めさせていただいたところであります。まあ、こういった取り組みを含めて今は戸田市では対象となる高齢者の 83% がもう3回目を打ち終えております。これから一般の方接種が始まります。昨日からスポーツセンターでワクチンの3回目の接種の集団接種が始まりました。こういったことをしっかりとこれからも推進することで第6波をとにかく1日も早く抑え込む、これを進めていきたいと考えております。さて、
少し長くなってまいりましたけれども、これから先の話をさせていただきたいと思います。これから先戸田市がどういう道筋を歩んでいかなければいけないのか、私は今考えていることは、一番優先しなければいけないのは何か、3つお話しさせていただきますが、一番は何よりもコロナ対策、コロナの克服であります。これまでの先ほど申し上げた政策総動員をしながら、なんとかこのコロナを今年中に終わらせていく覚悟を持って、さまざまな対策を進めております。まあ、しかしながらワクチンも効いたり効かなかったりとか、また戦争の状況もあったりとか、さまざまな課題があって、市民生活は大きく影響を受けていくことであると思っております。大胆な発想を持って、必要とあらば財政出動も厭わず、これからも市民の命と暮らしをしっかりと守り抜いていくことを皆様に決意を申し上げたいと思っております。そしてその上で、アフターコロナ、これ2つ目ですが、アフターコロナをしっかりと見据えた対策を打ち込んでいくことが大事であると考えております。コロナで影響を受けたさまざまな課題が浮かび上がってきました。これについては三大プロジェクト、そして一つ一つ大きなプロジェクトを立ち上げながら、コロナで傷ついたさまざまな課題に対応してまいります。まず一つ目は子ども応援プロジェクトです。一番コロナで影響を受けたのは子どもです。この子どもたちへの貧困であるとか孤独であるとか、こういった課題にしっかりと町ぐるみで対策を打ち込んでいかなければなりません。そのための子ども応援プロジェクトを立ち上げ、子どもたちを応援し、将来の選択肢をしっかりと確保してあげる、選択ができる未来を作っていっていかなければいけないと思っております。そして2つ目は100年健康プロジェクト。コロナによって高齢者はもちろんですけど、若い方もみんなが健康に関心を持ちながらも、二次被害という形で、例えば運動不足であったりとか、心の病にかかっている方がたくさんいらっしゃいます。それを証拠に自殺者が増えてきているのは皆様のご承知の通りだと思います。この心と体の健康を、そして生きがいを、絆を、切れてしまった絆を再生していく、こういった取り組みを100年健康プロジェクトということで、トータルでまとめてプロジェクトとして推進をしてまいります。そしてさらに防災プロジェクト、これ3つ目ですが、防災プロジェクトについては、感染症と災害、これは最悪の組み合わせと言われております。この最悪を想定し、感染症対策をしながらも安心して過ごしていけるようなハードソフトを含めた防災対策を推進してまいります。これについては市民の皆さんに巻き込んでいって、皆さんが自分ごととして捉えてもらわないといけない。まあ、こういったことも一つ一つしっかりと着実に推進してまいります。そして最後に、皆様に今お渡ししている小さい名刺台の公約集がありますけれども、これは9つの挑戦ということで、81項目の公約があります。これは市役所の中に入って4年間いろんな市長としての経験を踏まえて書き込んだ未来の羅針盤であります。この政策一つ一つを着実に実行していくことが、先ほどから申し上げております戸田市を命と、市民の命と暮らしを守る姿勢につながっていくと私は確信をしております。21世紀が始まってもう22年が経ちましたけれども、よもやこんな感染症がパンデミックを起こすとは、よもやこんなロシアが侵略戦争を起こすとは誰も思わなかったんではないでしょうか。しかしこれ現実であります。この影響というのは日本経済にももちろんですが、社会そして市民生活に大きな影響を与えることはこれ必至であります。この不透明な、不確定な、不確実な時代に合わせた対策をしっかりと柔軟に、そしてスピード感を持って大胆に推進をしていかなければいけない、その力が今市政に問われているんだと私は考えております。これまでの4年間の私の市長の経験、そして市民の皆様との対話、
その対話の姿勢を貫き、さらに私の情熱のすべてを燃やし尽くして、戸田市政を前に皆さんと一緒に進めていきたいと考えております。14万市民がこの町で良かったと実感できる戸田市を皆さんと共に作り上げてまいりますので、どうかそのためには皆様のお力が必要です。皆様のサポートが必要です。今選挙が始まりました。始まるかどうかわからないまま今日の朝まで来てしまいました。しかし始まりました。相手候補の方はどうこうはないですが、とにかく有名な方です。全国では知名度は大変負けております。私は戸田市内では同じぐらいかもしれません。ですので気を引き締めて、最後の最後まで市民の方お一人お一人に政策を訴え、未来の戸田市の安定した真面目な政治をしっかりと訴えて、この1週間頑張り抜いてまいりたいと思います。内藤の皆さん、3月8日の投票日には現職の市長菅原文人、私菅原文人へと皆様のお力添えを心からお願いを申し上げまして、決意表明とさせていただきます。1週間どうぞよろしくお願いいたします。頑張ります。よろしくお願いします。原市長ありがとうございます。ちょっと長かったですね。ここでだるまの命令式に移りますので、スタッフのみんな準備をお願いいたします。そして、大変失礼いたしました。ご来賓のご紹介させていただきます。戸田市町会連合会会長市川悦夫様、ありがとうございます。そして、参議院議員澤田亮様からも激励のお言葉が届いております。そして、先ほど県会議員の、細田義則様からも激励のお伝統が届いております。読ませていただきます。菅原文人候補へ2期目へのご出陣誠におめでとうございます。本日青年局役員として議決権がある党の大会と重なり出席かないませんが、新たな公約を市民の皆様と共有する選挙戦を展開され、さらなる戸田市の発展のリーダーとして勝利されますことをお祈り申し上げます。お世話様ありがとうございます。大変失礼いたしました。澤田亮様、衆議院議員でございます。ありがとうございます。それではここで、菅原文人候補の必勝を記念いたしまして、だるまの命令をさせていただきます。まずは後援会長から順にお願いいたします。鎌田清志後援会長。続きまして溝上誠司様、戸田市政経協会会長でございます。よろしくお願いします。続きまして金子陽太郎様いらっしゃいますか。ああ、はい、溝上様ありがとうございます。選対副本部長でございます金子陽太郎様。それでは候補者夫人でございます、菅原知佳さんをお願いします。大丈夫。
ありがとうございます。それでは菅原文彦候補お願いいたします。あんまりこの薄いんでちょっとこっちに変えます。皆様ありがとうございました。大きなしっかりとした目が入りました。ありがとうございます。それでは続きまして菅原文人候補の勝利を願い頑張ろう三賞を行います。頑張ろう三賞のご発声は菊池智弘様お願いいたします。はい、はい、マクロフォンどうぞ。マイク持った人がいる。これからですね、これから頑張ろう三賞を行いたいと思います。相手はですね大変強敵な、こちらもですね一切手を抜かず全力で1週間戦いに行きますので、その気持ちを込めて皆さんソーシャルディスタンスで少し距離をですね離していただいて、頑張ろうやりますのでよろしくお願いします。拳はですね上に上げていただいて、ちょっと足を開いてですね左手は、腰に、置いていただいて、右手を上に突き上げるように。でこれから、頑張ろう三賞を行いますのでよろしくお願いいたします。それでは、1週間全力で戦いできます。みんなで頑張ろう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 。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。本日はお忙しい中このような多くの方に お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。これをもちまして戸田市長候補菅原文人出陣式を中締めとさせていただきますが、引き続き選挙カーでの出発となりますので皆様ご一緒に菅原文人の出陣をお見送りいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。皆様本日は戸田市長菅原文人出陣式にお集まりをいただきまして誠にありがとうございました。それではこれより菅原文人遊説隊元気に出発をさせていただきます。候補者本人自転車に乗りましての出発でございます。それでは菅原文人皆様にご挨拶をさせていただきます。菅原文人でございます。それでは菅原文人遊説隊元気に出発をさせていただきます。多くの皆様にお支えをいただきながらこの4年間全力で働かせていただきました。そしてこの度2期目のチャレンジ本会の菅原市長は菅原文人でございます。ありがとうございます。多くの皆様にお支えをいただきました菅原文人元気に出発をさせていただきます。戸田市のカルトリは菅原にお任せ菅原文人でございます。ありがとうございます。たくさんのご声援ありがとうございます。安心安定菅原文人現職の菅原文人